上田マリコ電鉄区波270系電車は、上田マリコ電鉄に在籍した電車である。本校では、区波270系の形式称号を付与された制御車、各車両のうち、相模鉄道より譲り受けた2両について記述する。輸送力増強を目的として、相模鉄道より、同社区波2500系2501.2505を譲り受け、 区波2 7 0系2 7 2 2 7 3として導入したものである。区波272が1961年6月15日付認可で、区波273が1963年3月18日付認可で、それぞれ導入された。車両番号が1を基盤する形とならなかったのは、同2両の導入当時、 すでに区波2 7 0系2 7 1が在籍し、上田マリコ電鉄における、車番不番容量にのっとって、続番が付与されたことによるものである。全面非貫通構造、変運転台仕様の17メートル急半構成車体を備え、片側3カ所の客用扉を有し、側面窓配置は区波272が 1D6D、6D1。 クハ273が DD6D6D1 である。連結面は、貫通扉上田マリコ電鉄では、非貫通だった。導入に際しては、車体塗装を上田マリコ電鉄の標準塗装である上半分を、クリーム、下半分を紺色と下に色塗りへ変更したほか、クハ273は、制御回路の間接非自動制御化が実施されたが、 区波272は、相模鉄道在籍当時と同様に、間接自動制御仕様のままとされた。相模鉄道区波25 2500K2501.2505 は、1936年5月に、東京横浜電鉄が、川崎車両において、発注、申請した、流線系車体のガソリンカーキ配置一1 3を、種車とする。 東京横浜電鉄機波一型は増加する輸送需要に対応するため変電所の増強を行うことなく列車の増発を実施することを目的として導入されたもので電化路線である同社と横線において急行列車運用に充当された。しかし同時期に勃発した日中戦争の激化に伴うガソリン価格の暴騰によって運行が困難となり1939年から 翌1940年にかけて全車が五日市鉄道及び神中鉄道へ譲渡された。神中鉄道へ譲渡された6両に含まれた機配点3は当初ガソリンカーのまま運用された後、路線の電化進捗に伴って1947年から翌1948年にかけてエンジンを撤去し電車の制御車へ改造。 区波1110系1111.111 11 11号と解消、解板され、さらに後年2000系へ編入され、区波2500系2501.250号25となった。また、同時期には、車体改造により、前後つま面が流線型から、平凡な丸ズマ3枚窓構造に改められた。 後年の新型車両増備に伴って、区波2501は1960年12月15日付で、区波2505は1961年6月27日付で、それぞれ助籍席となり、上田マリコ電鉄へ譲渡された。区波272は、真田防用線へ、区波273は、別所線へそれぞれ配置された。二両とも、 車両定員164人という収容力の大きさを生かして主に朝の多客時間帯に運用されていた。ただし、区派272は、勾配線区であるサナダ防用線においては、勾配区間の運転に不利な間接自動制御仕様の電動車が存在しなかったことから、常時付随車代用として、電動車に牽引される形態で運用された。実際に、 廃車前の動車を確認したところ、区派273に設置されている、運転室、乗務員扉、全消灯もない左派同然の車体形状だった。1972年2月19日付で、サナダ防用線が全線廃止となった後、区派272は、上田原に留置されていたが使用されず、1975年3月27日付で、廃車となった。 区波273は別所線でも波5250系のラッシュ自動決用として使用されていたが、東京急行電鉄より区波290系の導入に伴って1984年3月10日付で廃車となり、上田交通における東京横浜電鉄機波1型を出自とする車両は全廃となった。ありがとうございます。